現実世界にたどるエデンには存在しない巨大生物をまさかこの目で拝めるとはね。ふら、倒せそう？どうだろう、やれるだけのことはするけどさ、正直言っていい？あれの弱点ってどこなんだろうね。私も永遠弾道なんだけど、最適解が全然出てこないの。私の目は対象物に求める理想の最適解を視覚化するんだけど、全然答えが出てこない。多分あれを倒してもトカゲの尻尾切りと同じ、何度も何度も出てくるよ。ということは元凶は別にいる。あれでまた元凶じゃないって嫌になるね。私はウルがどうにかしてくれるまで耐えるしかないな。やだやだ、こんなの内容と報酬が狙ってないよ。あ、うんこであれだ。初めてだからわからなかった。これ見えないってことはこの足もじゃないってことだ。あいたたた、すんごい火力、理想支配、理念転写を使ってなかったら終わってたよ。野良が寝てたらせめて主様を逃がす時間は作れて怒られるんだろうな。仕方ない、私は助け気になるけど貧乏くじを引いたって諦めるしかないか。理想支配理念不全。本気だ、あのクラが本気で挑むんだ。逆に一応なでもあまり器用さでまだ戦う手段を持っているなんて本当セブンズハートには私から見ても規格外な人しかいない。自身の理想を全て体現する想定、決定がオーラの相手にくれるだけでオーラへと転換し捕食、そしてそれを自身のオーラにしてさらに理想を具現化。どんなにマイペースでも2度のエデンでの実力序列はまない。場合と条件次第ではリングの席に座っていたかもしれないと言われたほどの成人族のご神体、噂は本当だった。やる気を出されると手に負えない。こいつ見た目の割にオーラが全然ない。物理的に強いだけだ。汗が外れたな。残り100億オーラ2万 BL から奪うか。 BL 勝手にオーラ使うよ。取りすぎたら言って。ほどほどにしてよ。まだ何が起こるかわからないんだから。主様、最悪だ。こんな時にエラーか。ふら、主様が地中に引きずり込まれたんだけど、あの打天使、私がこいつに注力を注いだから能力効力が切れたタイミングで。だがあのが天使、なぜか魚に主を狙う。ミサドルエデンでは価値があっても正直、現実世界での価値は今はそこまでない。主を倒してもこの天井において何の意味もない。どちらにせよ、私はこいつで精一杯。そっちは主様本人にどうにかしてもらおうかな。そのために準備していたいだし。さて、私の相手はあの大目玉か。的が大きい上に体全体が急所か、進化したのか退化したのかわからんな。狙ったのに当たらない。あらゆる情報を妨害することで不可侵領域を作ったか。幻想の究極系候補と似たような感じか。あれもかなり厄介だったからな。もしあいつと戦ったことがなかったらこの勝負負けていたかもしれないな。さて、早く対処しないと。ああいうタイプはすごく厄介だぞ。空間か、険悪か。もともと気配を感じられなかったけど、視覚からもこれで感じられなくなった。気配を感じられないなら空間の違和感を探る。比較でソルジが戦っているから環境の情報は十分入ってくる。焦る必要はない。ここは冷静にチャンスを伺うんだ。破壊。死んでいる。私のお腹の中に誰かがいる限り私に対する対象は全て遮断します。私は母、子を守るのが母の役目。だけど家族愛は美しいのです。子もまた母を守ってくれる。対象遮断ってことは相手も私に直接触れることはできない。だからあの巨大な怪物か。あれはただのデカブス。果たして見た目以上の白物があれに備わってるのか。私のこの状態の破壊は通常の破壊の比じゃないぞ。破壊。さすがは破壊神ソルジェ、一瞬で消し済みにしてしまうとは。ですが、あれの元をたどれば私の体の一部、壊れてしまったのなら復元すればいい。アリジアの遺伝子情報から無限支配を摂取し、無限にこの体を作り続ける。あなたがアリジアに勝てなかった要因、アリジアに勝てないあなたが私に勝つのは不可能。そうか、ならさっさと生み出すといい。私の破壊を受けてなお生成できるのならね。言ったはずだ、この形態での破壊は規模が違うと。世界最強の破壊神と呼ばれた私の破壊はその概念すらも破壊する。二度と復元は不可能だ。アリシアが私より強いのはその概念を当然のように作り出す知能と応用力、無限支配という能力自体何も怖くないんだよ。野蛮人ね。
高位の神同士の戦いを知ってる。それはそれは見栄えのない戦いよ。何せ勢いよりも質で勝負をするからね。質が高い方が優位に立つ。体を動かさない分技のスピードも重要になってくる。ただステータスが高いだけで勝てると思わないことね。さあ、何撃目であなたのベールは壊れてくれるかしら。楽しみだわ。お互い存在をかけて楽しもう。超破壊支配、絶対破壊。何度やっても無駄です。私の領域にあなたが入ることは不可能です。面白いですね。ではあなたの破壊はアンジアの無限で対処し、私の本来の力であなたを追い込むとしましょう。完全支配、プーロ。ここまでの追い込み、まだ私の攻撃だってまだ始まったばかりだ。一撃に約100万通りの破壊法則を加えている。そこからダイヤル式の鍵のように正解の数字を当てはめていけばベールを突破し、あいつを破壊できるはずなんだ。無限支配で相手の攻撃を決めたら大変。あなたの対面から生まれた私の一部は強度を上げてさらに強化、進化し続ける。私の可愛い子供もあの忌々しい女を押し込めている。このままでは私たちが押し勝ちますね。オッケー、わかった。すごく良かったよ。君単体なら相当面倒くさかった。あのマザーなんちゃらよりも強かったかもね。恨むならこの足を引っ張ったマザーを恨むんだね。マザーが自己主張が激しいから目玉やソルテよりも先にマザーなんちゃらの気配が一番鮮明に感じれたよ。目玉がいた場所はマザーの上、その場を移動してたらまた大変だったけど行動に移す前に倒せてよかったよ。正直外れてたらちょっとお手上げだったわ。これで2対1だな。ソルテを蝕む能力を私の力で無効化してお前のベールごと私の能力で切れば終わりなわけだけど。なんだ、随分簡単な任務だったな。陰湿なのが取り柄な奴が矢面に立ってはいけないという異例じゃないか。私の可愛い子を殺してもなお私すらも狙うとは。許せない、どこまで私たちを。インブラ、必死。変わってないよ、お前はまだ未完全だ。圧倒的に経験値不足なんだよ。ただステータスと持ってる技が上等なだけだ。さっさと壊すんだ、あんなハリボテ。はい、感謝します。どうぞ。さあ、天井を叩くぞ。終わりにさせる。インブラ、ヒステリーか、あった。お前らは私の中身を収めてやった。もうそこで私の栄養源となり、新たな遺伝子情報として私の子の餌となれ。しくじったな。油断はしたつもりないんだけど。あなたたち、ラル、やはりあなたもこの中に囚われて、あなたほどの人が出られないとなると、主様に再召喚してもらうしかないな。そのためにも主様がこの戦場に来て状況把握をしてもらうしかない。早くしないと状況が振り出しに戻る。ここばかりは運か。なんだ、どこか落下してるような。落下してる、どこだよここ。他のみんなはどうした。やっと二人きりになれた。念願のメインディッシュ。お前を食らうためだけに僕はここまで命を懸けたんだ。何も得られず消滅なんて死んでも死にきれるものじゃないだろう。お前は俺の体が欲しいのか、この肉体を食べたいのか、お前が望むのはそれだけなのか。お前の肉に興味なんかない。あるのは感情だ。お前から得られる負の感情が僕の求めるものさ。お前は身がどるエデンにいなかった唯一の男であり支配者だ。そんな代わりの効かない奴の感情を一度食してみたいと思うのは美食家として当然だろう。はぁ、身がどるエデン、お前まさか俺の従属なのかよ。今さら何を。こいつは確か戦艦や誰かの現象を押し付けることができるよな。それならこの場面、使えるんじゃないか。交渉の価値ありだ。負の感情ならこれから先生きていたら腐るほど湧き出る。それをこいつに食わせてやればそれで十分納得するんじゃないか。交渉があるといえば含みにはあるか。なければお前を身がどるエデンに返す。お前が俺の従属というのならば交渉は破格の条件だと俺は思うんだけどどうだ。聞くだけ聞いてやる。簡単な条件さ。後で積極的に食わせてやるから今は俺を守れ。約束は守るんだぞ、エサ。もう相手は虫の息だ。今なら俺たちでも対処可能だ。互いの利益のために勝つぞ。あるもの全部出せ。負けたら交渉もクソもないぞ。さっきの爆風にはびっくりした。かなり吹き飛ばされたけど、かえって戦場から離れたから良かったのかな。ミエルも大変だね。あんな明らかに手に負えない連中と戦わされるんだから。私はずっと用なしだから終わるまで散歩し続けるけども。待って、今まで感じたことない自信。ちょっとまずいかも。仕方ない、面倒ごとに巻き込まれるのは嫌だけど、今一人で散歩してる方がかなりまずいと思う。
ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。